僕はもうあとはどういう風にやられるかなんで若いやつにも繋いでいくもんだと思うんですよね。最後の死に場所、今大槻春明は残り少ない自分の格闘家人生と向かい合う。大事なのは終わり方ではなく終わらせ方。もう少し壁になって若い選手を苦しめる、俺を倒してのし上がっていけと、若いやつらよっていう、そんな感じですね。長年やってきた、まあ、キャリアもあるんで厳しさを知ってもらって、で最後にやっぱり、ね、しっかり KO してもらって、もっと強いチャンピオンになってほしいなっていうのが結構本音であるんで。強い意志とは何なのか、プロとはどういうものなのか、大槻がそれを見せられる時間はもうあとわずか。だから彼は全力で壁になる。自分のスタイルは瞬間で倒すんで、連打で倒すとかじゃなくて、一撃で相手の意識を断つような、こういう練習、そういう打ち方をしてるんで。G1 ですか、表舞台って感じですかね。メジャーリーグですかね、俺にとっては。そこで一番有名になりたいですね、その舞台で。新日本キックボクシングライト級新王者松本義道、実力で奪い取った王者の証、マックスという大舞台で団体の看板を背負う。ハート根性ですね。試合いつも喧嘩っぽくなっちゃうんですけど、まあ根性を見せます。根性は誰にも負けないんで、韓国人にもモンゴル人にも負けないと思うんで、そこを見てほしいですね。ならばその根性を見せてみろ。松本は大槻の解釈人となれるのか。そして大槻春明の死に場所はどこにあるのか。プロとはリングの中に全てをつぎ込むんです。全てです。命をかけろ。大槻春明 VS 松本義道。